これから2サイクル目始めます。翼さんの秘密探りに行くよ。海岸。いろんなものが流れ着いている。シーンプレイヤーは陣痛ガンを一つ拾う。いいなぁ、陣痛ガン欲しいなぁ。陣痛ガン決めたい。じゃあ翼さん海でプラプラしてて。じゃあ海岸歩いています。ねりねり、ねりねり。あ、やっぱりまたメンバーと遊んでる現実にかかってて。はい、ねえフルハウス。何翼？いい化粧水見つけたの？ふえ、今度教えてよ。今度その店行こうよ。楽しみ、絶対楽しいよ。その話を潜伏術で聞く。成功。フルハウス、消えないでフルハウス。うわあ。そこには、誰も、いなかった。ただ、波の音だけが、響いていた。悲しいなぁ。フルハウス、一体どこに？唐突な青山テルマ。なるほど。彼女にはこんな秘密が。シーン終了です。私は泣き叫んでます。次行きます。ライセンス花輪がパイプ椅子に座りながら寝ている。ライセンス。もう友人とやん。寝てるだけなので何もしないです。いや、次の秘密って誰も知らないよね。僕は知ってるよ。黙ってろハゲ。誰がハゲじゃデコッパチ。ピッカピカやぞ。ピッカピカやぞ。ゾクゾクするやろ。って誰がピッカピカやねん。はいはいよ、次ちゃんかもん。待ってくれ、僕はこいつをぶっ倒す。ほう、あなたごときに私が倒せると思いで。ならば私が果実で炎のリングを作ってやるげん。リング。成功だげん。じゃあ次行くよ。ライセンス花輪がパイプ椅子で寝てる。じゃあさっきのシーンの続きか。周りは燃えてるげん。周りが燃えていてもライセンスは寝てます。じゃあ戦いながらゲンガーの方を千里眼で見て秘密を抜きます。成功。戦いの最中にどこにてんじゃあ。やべ、髪の毛燃える。何してるんだあいつら。女の子同士の戦いですよ。キャットファイトですよ。嬉しいでしょ。そして僕は1回復。じゃあ次私行きます。回復判定しますよ。深夜、アリーノの家ですね。1点回復ですね。なんだこいつ。なんだこの引きの良さは。ええー、そんでインテリアとか木があるんですよね。水道もあるぞ。水道、当術でその辺の木とか切り倒して私なりのソファー作って休みます。アリノさん、私も家具作りますよ。ええー、成功だぜー。いやーすがすがしいなー。回復したし。自分に現術をかけるぞー。あいつ無人島で暮らしていけるんじゃねーの。アンジュメイク変えたー。かわいい。シーン終了です。本田さん本田さん。ゲンガーの秘密あげるから翼の秘密ちょうだい。いいよ。交換しようか。あ、じゃあ私とも交換しません。あなた何も秘密知らないでしょ。秘密はないけど育毛法を教えます。お引き取りください。なぜだ。じゃあ最後私の番ね。翼の秘密を探りに行くわ。ライセンス花輪がパイプ椅子で寝てる。またかよ。とりあえず翼が見てる現術の中に入り込むわ。現術で判定、内定で自動成功。あ、ロボコ新しいバッグ買ったんだ。かわいいね。そう思うよね、黒崎。そうね、今の流行に乗ってるしとてもいいと思うわ。さすがロボコは最先端に行ってるね。キャハ。本当ね、教えてほしいくらいだわ。翼ちゃんにも流行に乗る秘密教えてほしいわ。じゃあ私の頭皮マッサージのやり方を教えてあげましょう。ほんと、ありがとう。あ、黒崎さん登場してもいい？本田さんと秘密の交換がしたい。あ、どうぞどうぞ。二人が現実にトリップしてる間に交換しようか。では2サイクル目終了ですね。マスターシーンが入ります。マスターシーン。何者かが船に乗って無人島に向かっています。マットレー、無人島、うらららら。ら来た、神様が来たげん。どうやら謎の男が無人島に向かってるようです。次回へ続く。さて今回手に入れたゲンガーと翼の秘密を確認しよう。ゲンガーの秘密。伝説の森、ニワマサール、浜口の女性にモテる力が封印されてるらしい。あなたの、本当の使命、は、伝説の森、を破壊し、浜口のモテ力を手に入れることである。ゲンガーは黒崎と協力関係だね。さて、翼の秘密は、翼の、秘密、あなたは忍びの世界が嫌だ。できることならこの無人島で養って暮らしたい。しかしそれには他の忍びが邪魔だ。あなたの、本当の使命、はクライマックス終了時に自分以外の服が全て戦闘脱落していることだ。翼は全員が敵って秘密だね。だからずっと回復してたのか。あとわからないのは本田さんだけだけど、問題はマスターシーンで出てきたあの人がどう絡むかだね。